画面越しのお花見アキト、おっぴです。響くトワイライトパレード、イベント2日目になるのかな？天才動画、撮っていきたいなと思います。はい、ということで、結構ね、昨日動画でも申したと思うんですけど、編成がまあ難しいと、あとコメント欄で指摘ありがとうございます。最大 220% 編成となっております。早速見ていきたいなと。はい、こんな感じで僕の編成、トウヤくん、メイコ、リンちゃん、シホちゃん、テンマ、全員キュートタイプで染めて、50% 特攻がリンちゃん、シホちゃん、テンマと3名。含んだ編成になっております。これが完璧な編成とは全然いかないんですけど、本当に僕の場合だけの話になるんですけど、アキトくんの羽称号取ったっていう動画あると思うじゃないですか。あの後に次はトウヤくん狙いますと、言っていまして、現在トウヤくんのキャラクターランクが25なんですよね。で、まあ、回数稼ぎというか、まあ、スタミナ無敵で、一人ボエンビー叩いたりみたいな感じで、まあ、イベントをポチポチ、トウヤくんの回数を稼ごうかなと思い、リーダーにトウヤくんを含めさせていただいております。で、最大 220% 編成と言ったと思うんですけど、結構ね、今回のキーポイントキャラとなるのはルイ君になるんですけど、ルイ君のキュートタイプがございませんよと。交換所報酬とかでもキュートタイプなのかなと思ったりしたんですけど、そんなことなくて、最大 220% 編成、ルイ君のポジションだけ不在になるのかなといった編成でございます。まあ、やっぱりいろんな編成試してみて一番総合力出る編成で、パーセンテージも160以上で、一番総合力の出る編成で、イベントの方走るっていうのが一番効率が上がっていくのかなと思いますし、もう一つはシホちゃんですよね。今回追加された新規のシホちゃんの星4がキュートタイプ、そして星3の初期のしほちゃんもキュートタイプですので、本当に推しとか関係なく編成面だけを考えたガチャを引く方は、まあ、りんちゃん、そして、もつづきほなみちゃんを引くことができれば、190% もしくは220% の編成が組めるといったイベントとなっております。あとは全然関係ない余談を2つ挟むんですけど、1つは僕のね、こちらの編成ですね。110% 編成で、ボーイズマスター称号を狙っております。昨日ね、ちょうど神子称号をゲットしたんですよ。見れるかな？称号の、どこだろう？神子のね、あ、そうそうそう、これこれこれ。神山生徒。神子キャラで編成加えて、100回ライブする終えたんで、まあ、次はちょっと、ボーイズマスター狙おうかなと。今回のイベント中に、他の宮城だとか、高校2年生、高校1年生編成でも走ろうかなと思っています。現在はノラだったらイベント編成で、まあ、固定組んで走るとなれば、他の称号を狙って走れたらいいなと。で、もう一つの編成なんですけど、本当に笑っちゃうんだけどさ、ビビットバットスクワット編成にしたら27万総合撃超えたんですよね。今までなんだかんだ最高26万だな、僕って思いながらやってたんですけど、前回のビビバス箱入れ終わってからですね、なんと27万、27万って、ガチじゃん。何この編成マジで。はい、そんな感じで。まあ、秋とはそっか、秋とはちょっと変わるのかな、130% だし。あ、でも27万超えるわ。やば。すごい。はい。そんな感じで。まあ、結論から申しますと、まずキュートで色攻めすると100% 編成になるのかな。そこから天馬司の星2で 130% に跳ね上がって、しほちゃんの初期星3を獲得しているという、所持しているという方は 160% 編成が組める。そこからはガチャで、りんちゃんもしくはほなちゃんを引くと 190%、220% まで跳ね上がることができるイベントとなっております。まあ、あとはですね、りんちゃんのサブユニットがワンダショっていうのは今回のガチャから初めて初登場ですので、他の星4の、初期の星4のりんちゃんはビビバスだったかな。あとは、ももじゃんのりんちゃんの星4が持ってる方持っていない方いると思いますが、その編成に加えても、タイプ不一致だったら 0% 特攻とかになってしまいますので、そこも臨機応変に編成組んでくださると幸いです。はい、そんな感じで。あとは、なんだろう、全然関係ない話なんですけど、最近さ、ビビバスイベのイベランしてる時って僕 YouTube 本当に一切見れなくて、一番大好きな東海オンエアの動画さえ一切見ることが叶わなかったんですけど、あなたのおすすめで、あ、プロセカの話なんですけど、あなたのおすすめで天馬司の部屋がなんか違和感があるみたいな動画見て、そこからさ、ちょっと天馬司の部屋をね、僕もじっくり見るようになったんですけど、ちょっと見てもらっていいですか？こちらが司くんの部屋となってて、なんだっけな、その動画で触れられてたのは、左のショーケースみたいな場所、そこに何も置かれていない。だから未来の天馬がスーパースター、まあ、スターになった後にトロフィーとかが飾られるんじゃないかと。あとあの鏡がでかいとか、等身大の鏡、いや等身大よりでかいよね。めちゃめちゃでかい鏡。あとは部屋が異様に大きいだとかね。ベッドのでかさに比べたら部屋が大きいとか。あと僕がね、一番違和感感じたのは、左側ですね。手すりがあるんですよね。で、これ、部屋っていうか、なんて言うんだろう。階段から上がって左にいたら、すぐ天馬の部屋が、
もう突き抜けてんだよねっていう、結構違和感のある、確かに言われてみれば違和感のある部屋っていう動画を見て、僕も自分なりに見たら確かにみたいな、なんか新しい発見ができましたね。そんな感じで全くもって脱線した話なんですけど、今回のイベント目標はまあ3000円称号とかなんですけど、まああんまりスタミナは耐えたりしないけど、まあ、繊維称号とかもね、視野に入れて頑張りたいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。